それでもまだ禰豆子のことを快く思わない者もいるだろう。証明しなければならない。これから。よ、目覚めたか。お前、ここに移動してぐっすり眠っちまってさ、全然起きねえし、みんなが心配するしで仕方ねえから、俺がずっと見張ってたんだぜ。大方気が緩んだんじゃないかって葵ちゃんが言ってたけど、まあそうだよな。はあ。どうしたんだよ。ちょっと頭がぼーっとしてて、記憶がおぼろげというか。何をのんきな。あれだけのことをやっといてこの感じ。こいつ本当に図太いな。俺は胃が痛くて仕方なかったってのに。ナタグモ山の任務が終わって、そうだ、俺は。やい、てめえ、やい、いつまで寝てんだ。さっさと起きねえか。柱の前だぞ。なんだ、鬼を連れた鬼殺隊員2から派手なやつを期待したんだが、地味な野郎だな。おい、うむ、これからこの少年の裁判を行うと。なるほど。鬼になった妹をずっとかばっていたなんて、素敵な兄弟愛、けなげだわ。なんだこの人たち。まだ口を挟むなバカ野郎。誰の前にいると思ってんだ。柱の前だぞ。柱ってなんだ。何のことだ。この人たちは誰なんだ。ここはどこだ。ここは鬼殺隊の本部です。あなたは今から裁判を受けるのですよ、かまど炭治郎くん。裁判を始める前に君が犯した罪の説明をし。裁判の必要などないだろう。鬼をかばうなど明らか。痛むわ、苦しいわ。ああ、なんというみすぼらしい子供だ。かわいそうだ。生まれてきたこと自体がかわいそうだ。なんだっけあの雲の形、なんて言うんだっけ。禰豆子。お前、柱が話をしているのにどこを見ている。このお方たちは鬼殺隊の中でも最も位の高い9名の剣士だぞ。柱。おい、禰豆子、どこだ。禰豆子、善逸、伊之助、村田さん。そんなことより富岡はどうするのかね。拘束もしてない様に俺は頭痛がしてくるんだが、胡蝶目の話によると対立違反は富岡も同じだろう。どう処分する、どう責任を取らせる、どんな目合わせてやろうか。イグロさん、相変わらずネチネチして蛇みたい。しつこくて素敵。富岡さん、離れたところに一人ぼっち、かわいい。まあいいじゃないですか、おとなしくついてきてくれましたし、処罰は後で考えましょう。それよりも
私は坊やの方から話を聞きたいですよ。俺のせいで富岡さんまで。かまど炭治郎くん、なぜ鬼殺隊員でありながら鬼を連れているのですか？ゆっくりで大丈夫ですから話してください。俺の妹水を飲んだ方がいいですね。顎を痛めていますからゆっくり飲んでください。鎮痛薬が入っているため楽になります。怪我が治ったわけではないので無理はいけませんよ。ではかまど炭治郎くん、鬼は俺の妹なんです。俺が家を留守にしている時に襲われ、帰ったらみんな死んでいて、妹は鬼になったけど人を食ったことはないんです。今までもこれからも人を傷つけることは絶対にしません。くだらない妄言を吐き散らすな。そもそも身内ならかばって当たり前、言うことすべて信用できない。俺は信用しない。聞いてください、俺は禰豆子を治すために剣士になったんです。禰豆子が鬼になったのは2年以上前のことで、その間禰豆子は人を食ったりしてない。話が地味にぐるぐる回ってるぞアホが。人を食ってないこと、これからも食わないこと、口先だけでなくド派手に証明してみせろ。でも疑問があるんですけど、親方様がこのことを把握してないとは思えないです。勝手に処分しちゃっていいんでしょうか？いらっしゃるまでとりあえず待った方が。妹は俺と一緒に戦います。鬼殺隊として人を守るために戦えるんです。だから。おいおい、なんだか面白いことになってるな。鬼を連れたバカ隊員ってな、そいつかい？一体全体どういうつもりだ？品津川さん、また傷が増えて素敵だわ。鬼が何だって坊主？鬼殺隊として人を守るために戦える？そんなことはな、ありえねえんだよバカが。俺の妹を傷つける奴は柱だろうが何だろうが許さない。そうかい、よかったな。やめろ、もうすぐ親方様がいらっしゃるぞ。親方様のおなりです。よく来たね、私の可愛い子供たち。おはよう、みんな。今日はとてもいい天気だね。空は青いのかな。顔ぶれが変わらずに、半年に一度の中央会議を迎えられたこと、嬉しく思うよ。傷、いや、病気か。この人が親方様？親方様、柱、禰豆子、禰豆子、禰豆子は？は？妹ならそこにいるだろう。ずっと眠ってるよ。まあいろいろあったからな。そうか、そうだった。お前。まだ寝ぼけてるみたいだな。ちょっとその辺歩いて目覚ましてこいよ。この町屋敷の中ならどこも安全だろうし、それに俺もお前を見守るのもいい加減飽きた。起きたことみんなに伝えとくかな。お前もみんなに顔を合わせたら挨拶しとけよ。あの
おう、さっさと回復させろよ。挨拶、そうだな。みんなに心配をかけたようだし、行こう。町屋敷、これは、はあ、これは、これは？心配かけてごめん。炭治郎さん、傷は大丈夫ですか？傷は、うん、大丈夫。もう痛くないよ。それは何よりです。だからって激しい運動をしたらダメですよ。忍様に怒られてしまいます。うん、しばらくはおとなしくしてるよ。善逸、伊之助。ああ、炭治郎、起きて早々元気そうだな。お前二人ともこんなところで何してるんだ？何って、日向ぼっこだよ。特にやることないし、伊之助もこんなだし。弱くてごめんね。
そうか。あ、そうだ、お前さ、親方様って人に会ったんだろ。どうだった、どんな人だった、主に見た目。もしかしてすごい美人だったんじゃないだろうな。親方様は男だぞ。この会話は終わりな。よし。これは？お目覚めになりましたか。あ、はい。お世話になってすみません。ここは任務で傷ついた方を治療する場所。私たちがお世話をするのは当然です。謝る必要はありません。それじゃあ、ありがとうございます。目が覚めたといっても体が元に戻ったわけではありません。今後のためにも、もうしばらくはしっかり休息を取るようにしてください。いいですね。はい、頑張ります。本当にこの人が中央会議で大騒ぎしたのでしょうか。前の任務では富岡さんにまた助けられたな。いつかお礼を言わないと。皆の報告にあるように、鬼の被害はこれまで以上に増えている。人々の暮らしがかつてなく脅かされつつあるということだね。鬼殺隊員も増やさなければならないが、皆の意見を。今回のナタグモ山ではっきりした。大使の質が信じられないほど落ちている。ほとんど使えない。まず育ての目が節穴だ。使えるやつか使えないやつかくらいは分かりそうなもんだろうが。人が増えれば増えるほど制御統一は難しくなっていくものです。今は随分時代も様変わりしていますし。愛する者を惨殺され入隊した者、代々鬼狩りをしている優れた血統の者以外に、それらの者たちと並ぶ、もしくはそれ以上の覚悟と気迫で結果を出すことを求めるのは残酷だ。それにしてもあの少年は入隊後間もなく十二鬼月と遭遇しているとは。引く力が強いように感じる。なかなか相まみえる機会のない我らからしても羨ましいことだ。そうだね。
しかし加減の語が大きく動いたということは、ナタグモ山近辺に無惨はいないのだろうね。浅草もそうだが、隠したいものがあると無惨は騒ぎを起こして巧妙に私たちの目をそらすから、なんとももどかしいね。しかし鬼どもは今ものうのうと人を喰らい、力をつけ生きながらえている。死んでいった者たちのためにも我々がやることは一つ。今ここにいる柱は戦国の時代、始まりの呼吸の剣士以来の精鋭たちが揃ったと私は思っている。宇髄天元、煉獄杏寿郎、胡蝶忍、甘露寺蜜璃、時任無一郎、姫島行明、品津川実美、伊黒尾花内、富岡義勇、私の子供たち、皆の活躍を期待している。町で炭を売り切った帰り道、家に戻るために山に入ろうとした俺は、三郎じいさんに呼び止められたんだ。こら炭治郎、おめえ山に帰るつもりか。危ねえからやめろ。鬼が出るぞ。昔から人食い鬼は日が暮れるとうろつき出す。だから夜は歩き回るもんじゃねえ。鬼は家の中には入ってこないのか。いや、入ってくる。じゃあみんな鬼に食われちまう。だから鬼狩り様が鬼を斬ってくれるんだ、昔から。俺は三郎じいさんの家で一夜を過ごした。でも今でも時々思うんだ。三郎じいさんが俺を呼び止めていなければ、俺の運命はどうなっていただろうって。禰豆子は鬼となってしまった。そんな時だ、動揺する俺の前に刀を携えた剣士が現れた。その人は鬼となった禰豆子を殺そうとした。だから俺はそれをやめるよう必死に頭を下げた。やめてください、どうか妹を殺さないでください。お願いします。生殺与奪の剣を
他人に逃げらせるな。みじめったらしくうずくまるのはやめろ。そんなことが通用するなら、お前の家族は殺されていない。奪うか奪われるかの時に主導権を握れない弱者が妹を治す、仇を見つける。少子千万、弱者には何の権利も選択肢もない。ことごとく力で強者にねじ伏せられるのみ。禰豆子を守るために俺は剣士に立ち向かった。当然素人の俺が叶うわけがないけれど、その人は禰豆子に向けた手を止め、彼は俺の進む道すらも指し示してくれた。次に向かうべき場所を。その少年は泣きながら俺に土下座した。鬼と化した妹を救いたい一心で俺は怒鳴りつけた。その考えの甘さを、敵にすがる愚かさを。お前が今すべきことはそんなことではない。俺が妹を捕らえて刀を突きつけると、少年は斧をつかみ俺に向かって突進してきた。感情に任せた単純な攻撃。斧はどこだ。自分が切られた後で俺を倒そうとした、こいつは。少年の判断力、今の一瞬で考えたというのか。技量で勝る相手を打ち倒す策を、そしてそれを実行するために躊躇なく立ち向かってきた。こいつは、この少年は。意識を失った少年を見て、妹は激しく暴れ始めた。妹は、地に伏した少年に覆いかぶさった。まさに獣が餌に食らいつくように。だが、しまった、食われる。この娘は怪我を負わされており、それを治すために力を消費している。鬼に変わる時もかなり体力を消費するはずだから、間違いなく今は重度の飢餓状態。一刻も早く人の血肉を食らいたかっただろうに。守る動作、俺に対する威嚇。こいつらは何か違うかもしれない。何かが違う。故に俺は可能性にかけてみることにした。兄の覚悟に、妹の意志に。
私には自信があった。誰が相手でも生き残る自信。ルイの力を使えば鬼狩りどもをいくらでも眉にできる。けれどあの女は私の自信をあっさりと。鬼殺隊虫柱胡蝶忍。私は柱の中で唯一鬼の首が切れない剣士ですが、鬼を殺せる毒を作ったちょっとすごい人なんですよ。ああ、失礼しました。死んでるからもう聞こえませんね。うっかりです。私は生きるためにここまで頑張ったのに、ルイの機嫌を取って他のやつを出し抜いて、それなのにあの女にあんな。悔しい。仕事だ。全集中。行くぞ。慌てないで。問題ない。落ち着いて。特許。水で。水で。この調子で。息を続けてください。と。せ。水の呼吸。水で、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 
水城、獣王、守護聖王から水城、行くぞ。くせ、獣王、聖聖王から、キャッ、てめえ、全集中。ナタグモ山でおかしな蜘蛛の鬼に襲われた後、俺はもう身動きが取れなかった。これで終わりか、そう思った時、綺麗な女性が目の前に現れたんだよ。虫柱の胡蝶忍さん、本当に綺麗で不思議な人だったな。蜘蛛にされた人たちを治療してる時は女神のようだったな。みんな泣きながら忍さんのところに行ってたからな。そしてめちゃくちゃ可愛いんだよ。顔だけで飯食っていけそう。でも可愛いのはいいんだけど、忍さんっていう人の音は独特なんだよな。今まで聞いたことのない感じだ。規則性がなくてちょっと怖い。それも忍さんの魅力なのかもしれないけど。城屋敷、城屋敷、炭治郎が城屋敷で皆と再会した時の話をするぞ。ナタグモ山から戻った時のことだな。あの時はみんなボロボロだったな。へっ、俺は全然平気だったけどな。何言ってんのお前、一番落ち込んでたくせに。飲み続けるのこの薬、これ飲んだら飯食えないよ。すげえ苦いんだけど、辛いんだけど。善逸大丈夫か、怪我したのか。山に入ってきてくれたんだな炭治郎。うわー炭治郎、聞いてくれよ。臭い雲に刺されるし毒ですごい痛かったんだよ。伊之助は、村田さんは見なかったか。村田って人は知らんけど、伊之助なら隣にいるよ。あ、本当だ、伊之助無事でよかった。ごめんな、助けに行けなくて。いいよ、気にしないで。声が伊之助か。どっかどど潰れてるらしいよ。ごめんね、弱くって。
あの時の伊之助と言ったら落ち込みまくって。てめえ。でも二人が無事でほっとしたよ。二人の顔を見た瞬間、俺嬉しくって。俺は落ち込んでねえ。少しも全くな。嘘つけ。お前の落ち込みよったら俺の脳裏にしっかり残ってるからな。じゃあてめえの脳みそ削り取ってやる。二人とも。俺とネズコは鬼殺隊の本部に連れて行かれ、そこで裁判を受けることになった。ネズコは人に危害を加えたりしない。今までもこれからも絶対に。俺はそう訴えたけど、その場にいた人たちには聞いてはもらえなかった。でも断罪されそうになったその時、鱗滝さんからの手紙が読み上げられて。炭治郎が鬼の妹と共にあることをどうかお許しください。禰豆子は強靭な精神力で人としての理性を保っています。飢餓状態であっても人を食わず、そのまま2年以上の歳月が経過いたしました。にわかには信じがたい状況ですが、紛れもない事実です。もし禰豆子が人に襲いかかった場合は、かまど炭治郎をおよび鱗滝左近次、富岡義勇が腹を切ってお詫びいたします。俺は今まで俺だけが禰豆子のために生きてると心のどこかでそう考えてたような気がする。でも違った。鱗滝さんも富岡さんも命を懸けてくれていた。言葉にできない感情が俺の心に染み渡った。ただありがとう、ありがとうございます。鱗滝さんの手紙が読み上げられても、禰豆子のことを認めない人たちがいた。その一人、品津川と呼ばれた傷だらけの人が禰豆子の箱を抱えて屋内に入った。そして禰豆子を箱から出すと、自分の血を見せつけて挑発し始めた。どうした鬼、来いよ。欲しいだろう。人間は皆お前の家族だ。人間を守れ。人は守り、助けるもの。傷つけない。絶対に傷つけない。どうしたのかな。鬼の女の子はそっぽ向きました。ではこれで禰豆子が人を襲わないことの証明ができたね。禰豆子を乱暴に挑発したことはとにかく腹が立った。でも血を突きつけられても衝動を抑え、禰豆子は感情を維持することができた。
よく我慢したな、禰豆子。偉かったぞ。禰豆子は血の挑発に乗らなかった。自分を抑えることができた。安堵した俺に親方様が語りかけてきた。この人の声はなぜだろう。ふわふわして心が高揚する。炭治郎、それでもまだ禰豆子のことを快く思わない者もいるだろう。証明しなければならない。これから炭治郎と禰豆子が鬼殺隊として戦えること、役に立てること。十二鬼月を倒しておいで。そうしたらみんなに認められる。炭治郎の言葉の重みが変わってくる。十二鬼月を倒す、みんなに認められるために。それが禰豆子を人間に戻す道にもつながる。改めて目標が定められたことで何をすべきかが分かりやすくなった。親方様、ありがとうございます。鬼がこの世にいる限り、私たちは戦い続けます。もし困難な任務がある場合は、私たち柱が出向くことも少なくありません。それはある日、鬼殺隊本部でのこと。出陣ですか？鬼の新しい情報が入ってな。向かわせた大使がやられたらしい。十二気づきでしょうか。おそらくな。上限かもしれん。難しい任務のようですが、煉獄さんが行かれるのであれば心配ありませんね。煉獄さんはとても熱い方です。そしてとても強い方です。彼が出陣されたのであれば、任務はすぐに達成されるでしょう。どうかご分を。